最高のレースを期待している皆さん、ご安心ください。この12人の英雄が競い合う。各馬娘、ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。向こう上面中間に入っていく。期待通りの結果を出せるか。1番人気 TM オペラオアイネス封じ、快調に飛ばしていきます。先頭はアイネス封じ、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは12番内から行く。3番4番手には8番外で TM オペラオ、4馬身離れて6番サクラローレン。第4コーナーカーブ、先頭から後方まで縦長の展開だ。各に自分のペースを保っているようですね。現在1番手はアイネス封じ、12番続いている。2馬身3馬身開いて3番8番4番手、少し後ろから TM オペラを。まずは1周目正面スタンド前に入った。その後3、4馬身開いて6番サクラローレン、4馬身離れて7番サクラローレン。内から行くミスターシービー、1馬身離れて成田大使、1馬身差5番、後方2番手に10番、その外並んで2番アイネス風神。先頭を進みますが、これは正解でしょうか。アイネス風神、彼女の客室には合っていますね。順位を振り返っていきます。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭は相変わらずアイネス風神、続いて12番テイエムオペラオ、ここにいます。少し離れて3番8番追走、2馬身3馬身開いて6番サクラローレン、そしてその後方には7番サクラローレン、その外並んでミスターシービー、2馬身3馬身開いて成田大使、1馬身離れて5番。2周目の向こう上面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。先頭は依然アイネス封じ、2馬身リード。続きました12番テイエムオペラオ、並んできた。少し離れて6番サクラローレン、5番手には7番サクラローレン、さらに8番、さらには3番、その外並んでミスターシービー。残り 1000m を通過。3馬身離れて成田大使、5馬身離れて5番ミスターシービー。ここから仕掛けどころだ。さあ7番サクラローレン、ここで先頭です。内から2番手アイネス封じ、外でミスターシービー。間もなく第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ差が、ここから先頭を捉えることは出てくるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。栄光待ち400、最初のコーナーを曲がって先陣を切ったのは7番サクラローレル、食い下がるミスターシービー。200を通過。7番サクラローレル、足色は衰える。7番サクラローレル、リードは3馬身。1着は2サクラローレル、最後意地を見せて栄冠を手にしました。1着は7番サクラローレル、我こそがヒーローだと証明する圧倒的な走りでした。2着にはミスターシービー、3着はテイエムオペラオ。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。向こう上面中間に入っていく。さあ後続を離して先頭に立ったのはアイネス風神。アイネス風神、軽やかな走りをしていますね。アイネス風神、快調に飛ばしていきます。先頭はアイネス封じ、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは5番3番手8番、2馬身3馬身開いて4番6番追走。第4コーナーカーブ、先頭がやや速いのか、隊列は縦長になっています。後方の馬娘が差し返せるのか、気になる開きです。先頭は依然アイネス封じ、2馬身リード。先頭から大きく離されて2番手は5番、大きく離れて8番。まずは1周目正面スタンド前に上がっていく。3馬身差4番、5番手6番、その後3、4馬身開いて1番、2馬身離れてウイニングチケット、その後からサクラローレル、そしてその外を回ってウォッカ、1馬身離れて12番、後方2番手にサイレンス鈴鹿、ミスターシービー。最高峰だアイネス風神、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。アイネス風神、彼女の客室には合っていますね。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、順位を振り返っていきます。アイネス風神まだリードをキープしています。続きました5番、そして外目をつきましては6番8番、続いている。5番手には4番、あとは1番2馬身離れてウォッカ、1馬身離れてウイニングチケット、その外並んでサクラローレル、そしてその内を回って12番ミスターシービー。追走。2周目の向こう上面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。先頭は相変わらずアイネス封じ、続いて5番、その後3、4馬身開いて6番8番4番手、5番手にサクラローレル、そしてその内から行ったのは4番、それを見るように1番、後からミスターシービー。動くか、並びかけてきた。残り 1000m を通過。1馬身離れてウイニングチケット、1馬身差12番ミスターシービー、徐々に進出。
先頭アイネス封じ、レースは淀みなく進んでいます。2番手に外からサクラローレル、外目をついてミスターシービー、第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ差が、ここから先頭を捉え壊せてくるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。命よく逃げているアイネス封じ、400を切りました。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのはアイネス封じ、外から上がってきたのはサクラローレル、突っ込んでくるサクラローレル、残り200、サクラローレル強烈な追い上げ、サクラローレル抜け出した、サクラローレル足を捉え、サクラローレル今一着でゴールイン。サクラローレル、名だたる馬娘たちの中で主人公の座は誰にも譲りませんでした。2着ミスターシービー、3着アイネス風神。馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。向こう正面中間に入っていく。さあ後続を離して先頭に立ったのはアイネス風神。アイネス風神、軽やかな走りをしていますね。アイネス風神快調に飛ばしていきます。先頭はアイネス風神、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは10番、3番手に成田トップロード、あとは1番、5番手、5番うちでオグリキャップ。第4コーナーを進んで直線へ向かう。先頭から後方まで縦長の展開だ。各自自分のペースを保っているようですね。依然先頭はアイネス風神。続きました10番、外から1番、4番手に成田トップロード、その後山陽マシン開いて5番、1周目のスタンド前にかかっていく。少し後ろからオグリキャップ、3マシン離れて8番、少し離れてサクラローレル、2マシン、3マシン開いて7番、里のダイヤモンド並びかけてきた。後方2番手にミスター CB、 12番、最後方からという体勢であります。意気揚々と先頭行きます。アイネス風神、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、順位を振り返っていきます。アイネス風神まだリードをキープしています。続いて10番、3番手、1番、そしてその後方には成田トップロード、1馬身離れて5番、外で桜ローレル、オグリキャップ並んできた。そしてその後方には8番、その外並んで里のダイヤモンド、ミスター CB、 内から行く、少し離れて7番。2周目の向こう正面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。先頭アイネス風神、レースはよどみなく進んでいます。先頭から大きく離されて2番手は10番、少し離れて成田トップロード、桜ローレル、ここにいた。1番、5番手、2馬身離れて5番、1馬身離れてオグリキャップ、それを見るようにミスター CB、 残り 1000m を通過。1馬身離れて8番、外から里のダイヤモンド、ここで一気に後続が差を詰めてきた。先頭は依然アイネス風神、3馬身リード。2番手に外から桜ローレル、3馬身にはミスター CB、 まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。じりじり詰めるサクラローレル、アイネス風神花を進む、残り400。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。並んでくるミスターシビー、内から仕掛けたのはミスターシビー、前は2人がしのぎを削る。残り200、並んだ並んだサクラローレル、譲らないかミスターシビー、差し切るかサクラローレルのミスターシビー、一着でゴールしたのはミスター CB。 後半戦につながる大事なレースで見事やってのけました。2着はサクラローレル。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。向こう正面中間に入っていく。サクラローレル現在最高峰、失策、はたまた狙い通りか。直線勝負にかけているんでしょう。終盤に期待です。アイネス風神、快調に飛ばして抜きます。さあ花に立ったのはアイネス風神、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは8番、後ろ3番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。先頭がやや速いのか、隊列は縦長になっています。後方の馬娘が差し返せるのか、気になる開きです。アイネス風神まだリードをキープしています。続いて8番、その後3、4馬身開いて3番、1個目のホームストレッチです。あとは11番、そして10番、後ろスーパークリーク、さらに12番、大きく離れてゴールドシップ、そしてその後方には9番、サクラローレル、ここにいます。後方2番手に1番、ミスターシービー、最後方4番、ミスターシービー、サクラローレル、果たしてどうでしょうか。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。第1コーナー回って第2コーナー、順位を振り返っていきます。依然としてアイネス風神、続きました8番、3番、3番手、そしてその外を回って11番、この辺りまでで先頭集団を形成しています。
先頭アイネス封じ。レースはよどみなく進んでいます。2馬身3馬身開いて8番、1馬身離れて3番、そしてその後ろから行くのは11番、2馬身3馬身開いて10番。2周目の向こう上面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。先頭は相変わらずアイネス封じ。先頭から大きく離されて2番手は8番、外を通りまして11番、内から内から3番、サクラローレル、この位置につけています。10番、並んできた少し離れてスーパークリーク、内12番、残り 1000m を通過、1馬身離れて1番、ミスターシービー、4番、ミスターシービー、ここから仕掛けどころだ。依然先頭はアイネス封じ、1馬身差サクラローレル、その後から4番、ミスターシービー、5馬身差11番。第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。勝負は最後の直線に持ち越された。アイネス封じ前を狙っているぞ。さあ内から先頭を伺うのはアイネス封じ。残り400、最終コーナー、先陣を切ったのはサクラローレル。サクラローレル強すぎる、完全に抜け出した。サクラローレル先頭はサクラローレル、これは強い。残り200、4番、ミスターシービー、食らいついてゆく、これは強い。後ろを突き放してサクラローレル、今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。1着をつかみ取ったのはサクラローレル。第4レースでの1着を見事チームへ届けました。2着には4番、ミスターシービー、3着はアイネス風神。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。向こう正面中間に入っていく、期待通りの結果を出せるか。1番人気8番ミスター CB、 アイネス風神快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはアイネス風神、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは5番、2馬身3馬身開いて12番、内4番、5番手に成田ブライアン、その後3、4馬身開いて11番。第4コーナーを進んで直線へ向かう。先頭がやや速いのか、間延びした展開です。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。現在1番手は5番、続きましたアイネス風神、3馬身差12番、その後成田ブライアン。まずは1周目正面スタンド前に入った2馬身3馬身開いて4番、4馬身差11番、それを見るように遠心フラッシュ、そのうち並んで9番、ミスター CB、 2馬身3馬身開いてサクラローレル、2馬身差10番、後方2番手に3番、ポツンと1人、8番、ミスター CB。 意気揚々と先頭を行きますアイネス風神。どうでしょうこの展開、かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。1コーナーから2コーナーへ向かう。順位を振り返っていきます。アイネス風神まだリードをキープしています。先頭から大きく離されて2番手は5番、外で12番、2馬身3馬身開いて成田ブライアン、3馬身差4番、外から11番、さらには遠心フラッシュ、その後ろにサクラローレル、少し後ろから9番、ミスター CB、 3馬身離れて10番。2周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みますアイネス風神。先頭は変わらずアイネス風神、続いて5番、12番、並んできた輝く成田ブライアン、1馬身差サクラローレル、1馬身離れて遠心フラッシュ、そしてそのうち4番、9番、ミスター CB、 並んできた。残り 1000m を通過、1馬身差11番、9番、ミスター CB、 徐々に進出。先頭は相変わらずアイネス風神、2馬身離れて成田ブライアン、9番ミスター CB、 3番手サクラローレル、4番手、ここまでが先頭集団。まもなく第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。9番ミスター CB、 ここで抜け出した。先頭は見合ったまま、果たして抜け出すのは誰だ。内から先頭を伺うのはアイネス風神、400を切りました。最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのはサクラローレル、飛んでくるサクラローレル、200を通過、ヒット、サクラローレル、しかしその差はわずか、サクラローレル、譲らない、サクラローレル、今1着でゴールイン。このレースの主役はサクラローレル、栄光の輝きはこの馬娘を照らした。2着には9番ミスター CB、3着成田ブライアン。